今日の動画始まるよ。皆さんこんにちは、八田エミリーと申します。今日はこちら、ドゥ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 、おでんが、これは8個と、ドゥ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 、大根のおでん、おでんの大根、こっちが6個買ってきました。ファミマとセブンイレブンで。おでんの大根って1個9キロカロリーとかなんですよ。ということは実質ゼロカロリーじゃないですか。なので今日は食べまくろうと思います。いかに食べれるかチャレンジします。ずっと同じ味だと飽きると思うので、コンビニの店員さんが優しくていっぱいくれました。お味噌と柚子胡椒とからし、これがこんなにあります。なので今から食べていこうと思います。ちょっとローソンはお家の近くになくて買えませんでした。なのでファミリーマートとセブンの大根の比較も一緒にしていこうと思います。ではどうぞ。じゃあいただきます。この割り箸すっごい竹のいい香り。3種類の調味料をのっけました。見てください、色からして全然違います。こっちがセブンイレブンの大根、こっちファミリーマート、すごい。でセブンイレブンの方が横に幅が広くて高さが低いですね。じゃセブンイレブンから行こう。お味噌でいただきます。お腹すいた、いただきます。うん、おいしい。うん、柔らか。1秒で溶けちゃいました。ではファミリーマートはどうかな。うん、ファミリーマートの方がちょっと若干だけ歯ごたえがある感じですかね。何もつけずに食べるべきだった。セブンイレブンの方が長く浸してあったのかな。味がちょっと濃く感じました。じゃあこれからどんどん食べていこうと思います。うん、うんうん、今2個食べたので12個余裕で食べられると思います。大食いチャレンジいけそう、うん。ファミマの方がよく噛むから満腹度が上がりますね。あ、今気づいた。セブンイレブン、あの味が染み込みやすいように、あ、ほらここでこう十字架に割れ目が入ってます。え、すごい。だからこんな大根茶色いんだ、すごい。ほら綺麗に4等分できた。うん、おいしいよ。ほら見て見て、ほら4つに入ってる線。何も入ってないよね。何も入ってない。え、ローソンってどうなんだろう。はあ、はあ、これはめちゃくちゃ足が変えていきます。あ、だんだん汁が、うん、はあ、暑い。あるからですよ。1、2、3、1、2、3、4、あと8個あるってことは何個食べたっけ。頭回らん。うち余裕だ、まだお腹が。食べ物食べてるってよりは飲み物飲んでるって感じですね。あ、ちょ、セブン行こっか。あ、ちょっとお腹が、あー暑い。行こう。だいぶ飽きてきました。お腹がタポタポです。もうあと6個で食べ終わる。意外といけるかも。調味料がなくなってきたので追加します。あ、間違えた。
間違えてからしのとこにわさび乗っけちゃいました。意識が朦朧としております。じゃあ引き続き食べていきましょう。1個9キロカロリーですから200カロリーもいってないんじゃないですか。これすごいヘルシーですね。あーきずい、疲れた。食べる、あと5個もある。なんでこんな買ったんだろう。あーぼーっとしてきた。頭、お腹いっぱい。小さいやつ行こう。でっかかったこれ。1日にこんないっぱい大根食べることなんかないよ。あ、このセブンのやつ簡単に4分割できるのめっちゃいいですね。助かる。あー喉痛い。はあ、こんなに1日食べる人おる？こんなおでんの大根なんか。じゃあいただきますよ。美味しそうな大根。うん、美味しい。あーもう無理だ。もう無理。はあ、この残り3つ夜ご飯に回そうと思います。多分大根はすぐ消化してくれると思うので、あのおやつにでも食べようと思います。あーでも比較できてよかったかも。違いは分かりました。なんかファミマの方が大根の繊維を感じれました。セブンの方が駅にひったりひったひたって感じでした。もう当分おでん食べたくない、大根食べたくないけど、まだ3つあるから今日は食べる。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。